青ヤガラは、トゲウオモクヤガラ科に属する海水魚である。クラ青色の特徴的な細長い体を持ち最大で体長1.6メートルに達する大型魚であり、その細長い噴を用いて獲物の小魚や甲殻類を吸い込んで捕食する。インド洋と太平洋の熱帯域、亜熱帯域に広く生息し、近年ではスエズ運河を通じて、 地中海へも生息域を急速に広げている。日本でも南日本の沿岸域を中心に見られる。日本では少数が漁獲され、煮魚や焼き魚として食されるが、味は近縁の高級魚赤ヤガラと比べると劣ると、される。青ヤガラはトゲウオモクヤガラ科に含まれる、唯一の属ヤガラ属フィスチャレリ,リアに分類される。本種は1838年に、 ドイツの博物学者、エドワルト・リュッペルによって、公開から得られた個体をタイプ標本として初記載され、フィスチャレリア・コマーソニーという学名を与えられた。これが現在に至るまで有効な学名となっている。なお、首相名のコマーソニーは、フランスの植物学者フィリベール・コメルソンに、懸命されたものである。ドイツの魚類学者、アルベルト・ギュンターが1880年に記載した。 フィスチャリゲアデプレッサという種も現在では本種と同種とみなされ、この学名は本種の無効なシノニムとなっている青矢柄の幼魚。青矢柄は最大で標準体長1.6メートルに達する大型魚である。ただしよく見られるのは標準体長1.0メートルほどの個体である。著しく細長く円筒型で縦平たした体型を持ち、 糞は細長い筒状になる。背びれ、尻ひれともに、トゲ状はなく、背びれは14から17何状、尻びれは14から16何状からなる。椎骨数は83から86である。尾ひれの中央何状は伸長するが、糞よりは短い。背びれ前方と肛門前方の正中線状に鱗はなく、この領域に鱗を持つ同族の赤いあがらとは、 この点で識別が可能である。なお赤や柄は赤色の体色を持つ点で目別でき、また本種の方が赤や柄よりやや小型である。生児の体色は灰色から緑色がかった暗青,青色で腹側にかけて銀白色になる。夜間や餌を狙う時には暗色の横帯が出ることもある。背側に青い斑点が見られることもある。背びれと尻びれは大色で。 基底部にかけて透明になる。尾ひれの身長部は白色である。本種はインド洋及び太平洋の熱帯、亜熱帯域に広く生息し、生息域は西は黄海、北は日本、東はアメリカ西海岸まで広がっている。2000年には本種が地中海から初めて報告された。以来、本種は地中海においても生息域を広げているとみられ、 いくつかの地域では定着を果たしている。これは、航海からスエズ運河を通じた拡散の結果だと考えられている。本種は地中海における生息域を急速に拡大しており、2000年の初報告はイスラエル沖でのものだったが、地中海西部では2013年に、スペイン南岸で北部では2007年に、リオン湾で生息が確認されている。 2012年の研究で地中海における本種の遺伝的多様性は、後海の個体群と比べても低いことが分かった。このことは地中海集団が元は少数の個体に由来することを示しており、スエズ運河を通じた本種の地中海への侵入は一度しか起こっておらず、その時の子孫が地中海全体に広がっているという可能性が示唆された。日本においては、 南日本を中心にしながら、北海道以南の沿岸域で見られる普通種で、伊豆諸島、小笠原諸島、琉球列島にも生息する。メディアを再生する海底近くに浮かぶように泳ぐ青い柄。水深0から132メートルの沿岸朝どころに生息し、サンゴ礁や岩礁の近くでよく見られる。基本的に単独で行動する肉食魚で小魚や甲殻類。 イカなどを筒状の口で吸い込み捕食する。口の選ぶ島で行われた研究によれば、標準体長50センチメートル以下の小型個体は、サンゴ礁や岩礁域で急戦などのベラ類をはじめとした小魚を捕食するが、それより大型になると、キビナゴやマアジなどの浮ウ世ウも捕食するようになるという。また、食物の大半は魚類で、残りのわずかを網などの甲殻類が占めていた。 捕食行動の様式も成長に従って、あるいは捕食対象によって変化する。多くの場合本種は獲物に気づかれないようにゆっくりと近づいた後、素早く捕食を行う。しかし大型個体においては、時として他個体と協力しながら、速い速度で泳いで、浮世の群れを追跡するような捕食行動をとることも、ある。本種に寄生する、寄生虫として、 カイアシルイウオジラミ属のヤガラウオジラミキャリゴス、フィスチャラーイが知られている。卵性で卵径1.5から2.1ミリメートルの浮性卵を産む。孵化直後の飼魚は全長6から7ミリメートル程度である。本種は漁業の対象種であるが商業的価値はそれほど高くない。観賞魚として流通することもある。日本では沿岸の低地も、 地引き網などで少数が漁獲される。肉は淡白で煮魚や塩焼きなどにするが、同族で高級魚として流通する赤ガ柄と比べると味は劣るとされる。ありがとうございます。